研究は従来のロボット技術における人間との共生関係に関する研究と全く反対の立場からのアプローチといえます。従来のロボットは自ら動くことができ、人間の活動を物理的に支援するように設計されたのに対して、パラサイトヒューマンは人間の活動を感覚、情報の側面から支援するロボットとして位置づけられるのです。